にゃー太郎ってやっぱり可愛いよね。そうそう、あのゆるい感じが癖になるというか。さすが30年、うちの看板張ってるだけあるよね。二人きりで話したいこと、なんだろう話って。もしかして篠崎さん、お話って。先輩。好きです。俺と付き合ってください。いくらなんでも飛躍しすぎです。私、他に仕事の悩みとか人間関係とかの話があるでしょ。でも、もし本当にそうなら、私は。そういえば聞きました？片瀬さん、広報の吉田さん異動になるらしいですよ。え、吉田さん。どうやら勤務時間内に伊藤さんとイチャイチャしてたらしくって。目撃者がたくさんいるらしいし、浮ついて周りが見えなくなってたんでしょう。社内恋愛はどちらか異動になってしまうのですかね。そう、今回は仕事に支障があったみたいですからね。移動。でもちょっとショックだな。吉田さんも伊藤さんもクールでかっこよかったのに。それが。ゆりたん。まさたん。ゆりたん。いるよね、女できて性格変わる人。それな。います？そんな人。結構いますよ。友達の前でイキり出したり。これ俺の女かわいい。普通じゃね。あとナイト気取りになったり。あいつお前のこと見すぎじゃね。次見たら焼き入れてやんよ。意外と真面目で地味なタイプに限って女で性格変わるよね。まあ一番きついのは付き合って幼稚化するパターン。幼稚化？甘えん坊って言うんですか？よしよししてみたいなやつ。先輩、疲れた。よしよしして。まあしょうがないでちゅね。よしよし。かわいい。私はそれ結構好きかも。かわいくないですか？ああ、片瀬さんショタコンの気ありますよね。ショタコン。私、早川さんの理想のタイプは？私は仕事できて優しくて、しっかり者で趣味に寛容で、いつも見守ってくれる人。そんなスパダリこの世にいないよ。現実見よ。楽しそうね。伊藤さん。確かに男は女で変わるわ。でも女も男で変わるのよ。ゆりたん。こんなところにいたのか、ゆりたん。まさか。すまない、君を一人にさせてしまって。いいのよ、会えない時間が長いほど燃え上がる。そうでしょ。あ、そうだね、ゆりたん。まさか。ぶっちゅー。アホアホな、バカバカね。バカバカ。